尖閣諸島をめぐる日中間の緊張は日本の国有化で一気に高まりました。尖閣諸島の購入のための募金を呼びかけた石原慎太郎東京都知事は今回の争いの中心人物となっています。中国の政府系メディアによって反中国分子のレッテルを貼られた石原都知事、新唐人テレビは報道の公平性を求め、中国の視聴者に正しい判断材料を提供するため、知事に独占取材を行いました。中国共産党メディアによって、反中国分子、軍国主義の復活などのレッテルを貼られたことに対して、石原東京都知事はナンセンスだと示します。中国は軍国主義じゃないんですか。共産軍国主義じゃないですか。東京都の知事として、石原さんは、毎年靖国神社を参拝していることでメディアにもたびたび取り上げられていますが、これは中国大陸の人々にとっては理解しがたい行動と言えます。これに対して知事はこのように話します。私はね、靖国神社にね、あの戦争に対して非常に大きな責任を持っている永久戦犯とされた人たちをですね、後になって一緒に待ってたのは間違いだと思ってます。それはね、私のね、この家内のね、要するにお父さんもね、私の奥さん家内がね、お母さんのお腹にいった時にね、向こうで死にました。それからね、兄さんもまだ2歳ぐらいの時ですからね、お父さんの顔覚えてません。で、私のまたいとこ2人はですね、海軍でしたけどね、戦争で亡くなりましたね。でね、やっぱりそれはね、非常にみんなね、気の毒な死に方したんでね、あの戦争に対する責任者ってのは、責任を負うべきだと思います。それまで一緒に祀ったってのは私は間違いだと思ってます。でもね、私はね、私も知らなかったね、私の家内のお父さんとかね、亡くなったまたいとこ2人に会いに行きますから、参拝しに行きますよ。また当初は日中経済交流のために尽力していて、中国でも大々的に歓迎されていた石原知事ですが、尖閣諸島沖での衝突事故以降、一瞬にして反中国の右翼代表のレッテルを貼られたと述べます。東京にある小さな企業を持っている先端技術がいっぱいあるんですね。で、日本の政府がバカだからね、これね、要するに誠意にしない。私はね、シナでね、それをね、企業化してね、誠意にしたらね、両方とも助かると思って、ファンドを作ろうと思った。その時はね、大歓迎してね、私の大特集をやったんですよ、下の雑誌はね。それでね、私はね、それは日本の中小、東京の中小企業にとってもいいしね、市内にとってもね、いいことだと思ったんでね、ファンドを作ってやろうと思いましたがね、尖閣で衝突事件が起こったでしょ。私は尖閣の問題、ずっと国会議員の頃から手を挙げてきましたからね、それは許せないと思ってね、その足切ったんです。途端にね、僕はなんかね、右翼の代表で反中国になったみたいとかね、要するに、そういう国ですよ、そういう政権ですよ、共産党政権ってのは。中国メディアに反中国分子と言われている都知事ですが、実は中国文化が嫌いなわけではなく、共産主義が嫌いだと述べます。私はでもね、やっぱりね、シナの文化好きですよ。昔の小説好きだしね、それから僕なんか漢字の素養を随分教えられたから、自分自身で言うのかな、五言絶句七言絶句作ったりしましたしね。僕は共産主義嫌いなの。人を人と思わないしね、選ばれた一部の幹部のためにですね、国民を刺激するね、犠牲にしても帰りにない。ですからね、賄賂も汚職も多いしね、やっぱりみんなね、その政権って腐敗してますよ、中からね。だって今の中国の市の政府にいたらそうじゃないですか。また中国の次期指導者には、共産党を解体したら期待を持つかもしれないと示します。誰が変わろうとね、習近平がね、要するに共産党を解党しますと、共産主義やめますったら期待を持つかもしれないけどね、とてもそこまで言いやしないでしょう。それを言って行ったら、彼は本当の革命家になれるわな。石原都知事に対する独占取材は、10月14日の特集番組、世事関心で放送されます。中国人の知らない石原慎太郎東京都知事の
心の内を覗き見ることができます。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制分子，政府与危险分子打一架。